ワンラウンド3ノックダウン制ね、一瞬の両手片手 OK、 首相撲は基本禁止です。アグレッシブにお願いします。はい、これ戻って康介いけるぞRound one! Fight! はい、それ中継を行います。再開します。タイムストップ。康介膝
青コーナー、ゆうき選手。気をつけろ。失礼しました。ただいま赤コーナー小宮山選手、サバ折り反則行為でイエローカード警告が与えられます。再開します。ドクターチェックを行います。少々お待ちください。再開します。
ラスト30秒大沢30対28赤小宮山ジャッジ梅沢29対29ドロージャッジ秋谷29対28勝者小宮山康介。本日ご来場の皆さんありがとうございました。俺何世代のことよく言いたいもないんですけど、申し訳ないし、だけどやっぱり雪選手は65の選手なんで、まあ、今日は僕が勝たせてもらいましたよ。これは僕の階級なんで、じゃあこれから、格闘技界に盛り上げていくんで、もうちょっとメジャーのやっぱテレビとかにも出たいし、格闘技も呼びたいんで、伊藤代表、今年大晦日はどうですか？まあ、とりあえずこれから、ライズ、そして、格闘技界も盛り上げていくんでよろしくお願いします。よっしゃ、軽量級の本当頂点に君臨する男やなっていう感じです。僕の声に当たらなかったんで、ただまあ本当にこれは次の階級でやるための勉強だと思ってるんで、小宮山選手ありがとうございました。すげえ強いで、彼はこれからもっと伸びると思います。で、すいません、変えてる方ももう一回ちょっと戻っていただいて、ちょっとね、せっかく小宮山選手がこうやって大会締めてくれて、なんか水差すっていう言い方じゃないですけど、ライズのヘビー級で戦っている上原選手の知ってる方がいるかもしれないですけど、弟さんが不運な事故で亡くなられたというねことを Facebook を見て僕も知りました。で、今回本当は勝ってやりたかったんですけど、やっぱこんなにね多くの方がいらっしゃるし、ヘビー級で彼は本当すごいスター性があって、これからどんどん格闘技界しょって男がしょっていく男やと思ってるんで、彼にちょっとね、ちょっとでも元気を与えれるように、皆さん、ご起立いただいて、1分間の黙祷をぜひお願いできないでしょうか。アナウンサーの方、1分間話していただいて。それでは皆様、ご起立お願いいたします。黙祷。ありがとうございました。小宮君、本当ごめん。最後にごめんなさい。ありがとうございました。皆さん、本当ありがとうございます。やっぱあった。すごいよ。
見事な激戦を繰り広げましたこの両選手に今一度盛大な拍手をお送りください。